ウーアラはスイス連邦のコレード AG 社のファイル共有ソフトである。2015年11月15日にサービス終了 P にリ p テクノロジーを利用したオンラインファイルストレージソフト。開発コードネーム看護として開発が開始され、2007年に登場した。クライアントは Java 製であり、現在 Windows と Mac、Linux 対応版が存在する。 今までの多くのファイルストレージサービスはユーザーがサーバにデータをアップロードし必要な時にダウンロードや他人とファイルの共有などをするサービスであったがウアラではファイルの保存場所としてサーバを使用しないのが特徴であるまたオンラインストレージならではのファイル共有も比較的簡単にできるようになっているビトトラントや他の P2P テクノロジーを使用した ファイル共有ソフトと同じく、クライアントソフトを使用しているユーザーにファイルを分散させ、大規模サーバーを使用せずに大容量の仮想的なストレージを実現している。無料ユーザーは 1GB のスペースを使用可能。2014年6月に有料サービスに移行していくと発表した。これ以前は無料ユーザーで 5GB のスペースを使用可能だった。有料サービスは、 いずれも1月あたり、5GB イコール0.99ユーロ、20GB イコール2.99ユーロ、50GB イコール5.99ユーロ、100GB イコール9.99ユーロ、などとなる。自分のファイルを他人のディスクにコピーするため、共有しているファイルには、セキュリティ対策として暗号化が施されている。また、多くの P2P テクノロジーのデメリットであるファイルの、 存在確率について、ネットワーク上に存在する確率を上げるために、多数のコピーが分散されるようになっている。ありがとうございます。